マルケン。ウラジオストックで買ったものをちょこっと紹介したいと思います。こんな感じでスーパーでいっぱいいつもお土産を買ってるんですけども、今回もここでしか買えないものをいっぱい買いました。まずこれなんですけども、これアトゥアという種類の、これ初めて見たんですけども、ここ地元、ウラジオストックのビールだということです。一番おすすめのウラジオストクのビール聞いた時にこれがおすすめということだったので、これ入れました。クラスノエピーバということで赤いビールです。あとはロシアといえばウォッカです。お酒売り場たくさん売ってました。今回、買ったのはタルカという種類の、ウォッカです。そしてお酒、最後もう一つ、これが日本でいう陽明酒のような薬草とかが入ったお酒だということなんですけども、こんな感じで色は黒い色をしています。これも飲んだことがないので帰って飲みたいと思います。あとはお菓子とかいろんなものを買ったんですけども、これがですね、これちょっと開けてしまったんですけども、これがアリョンカという、ロシアモスクワに今年5月に行った時にも買ってきたんですけども、ロシアといえばこのチョコという、すごい美味しいミルキーなチョコです。あとは他にもチョコ何種類か買いました。そしてこのチョコなんですけども、なんと中にわかめが入ってるんです。ここのメーカー、ロシアではすごい面白い味のチョコを出しているということで、わかめが入っていて、昨日ちょっと食べてみたんですけども、食べてるとだんだんこうネバネバして、そのわかめのとろみが出てくるような、そんな感じでした。そしてこれジンジャーブレッドです。こんな大きいジンジャーブレッドを見つけました。中にフルーツが入っているということです。そしてこれここにイクラと書いてあるんですけども、イクラです。イクラはロシア語でもイクラ、ロシア語から実は来てる単語なんですけども、このウラジオストクのここの辺りは結構お魚が有名でイクラたくさん売ってました。缶詰を買いました。そしてこれドリップコーヒーなんですけども、海外いろんなところでこのドリップコーヒーっていうのは今まで見たことがなくて、これ日本にしかないものだと思っていたらあったので買ってみました。ここにショコラードゥイって書いてあるので、多分チョコの味がするコーヒーだと思います。あといろんなお菓子類買ったんですけども、面白いのがこれです。これが多分トナカイだと思うんですけども、トナカイの燻製です。いろんな種類のウサギとかトナカイとかヤクとか牛とかいろんなものの燻製があったんですけども、こういうパッケージです。そのトナカイ買ってみました。でもうさっきちょっと開けて食べてたんですけども、これがすごい美味しいんです。こう食べた瞬間に燻製の香りがすごい広がるんですけども、その後結構こうお肉独特の香りがしてきます。結構塩味は薄めでしっかりお肉の味が分かります。これが300円ぐらいでした。結構安いです。あとはロシアというと、この世界中でおなじみレイズのポテトチップスなんですけども、ここにクラープと書いてあるんですけども、クラープというのはロシア語でカニです。この、カニの味がするポテトチップスということで買ってみました。はい、ということでこんな感じで簡単に今日買った食品のお土産を紹介してきたんですけども、いかがだったでしょうか。日本ではめったに見ないものとか、あとこのキリル文字のパッケージ、結構お土産になるんじゃないでしょうか。こういうアリョンカの小さいのだといろんな人に配ったりするお土産にもできると思うのでおすすめです。ウラジオストク市内にもスーパーたくさんありました。いろんなスーパーがあったので、いろんな店に行ってみると違うものが売っていて面白いかもしれません。ということでスーパーで買ったお土産紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。以前にモスクワのスーパー潜入レポートという動画を作ってアップしてあるので、それもぜひ参考にご覧ください。ではウラジオストクお土産紹介でした。マルケミだ。